ックスポーツの一つです。この4つのハードルを飛び、フライボールマシンまで行きます。パネルを踏むと、後ろからボールが飛び出す仕組みになっているので、出てきたボールをキャッチして、またハードルを飛んでラインまで戻ります。タイムが速い方が勝ちというスピード競技です。ハードルを飛ばなかったり、ボールを持ち帰らないとやり直しになり、タイムが加算されてしまいます。この競技には個人戦だけではなくグループ戦もあるので、見ているこちらもドキドキハラハラするエキサイティングな競技です。今日はボーダーコリーのヨネにデモをしてもらいますが、一瞬で終わってしまうと思うので、よく見ておいてください。それではスタートしてください。キャッチしそうになったので、もう一回チャレンジさせてください。